はいえー、IT スキルっていうのがありましたけども今度からね AI スキルっていうのに変わるかもしれないですよね、まあ、というのが AI っていうのは最も最短距離で最大の効果を出すルートを指し示してくれる可能性の高いものだと思うんですよでいわゆるヒューマンエラーとか思い込みとか勘違いがあるような人間よりはずいぶんとリスクが少ないと思うんですよね、まあ、ですんでこれから AI が例えば町づくりとか市区町村の市長になるとかね首長になるとか そういうふうにして、最も暮らしや時間を最適化した、そういった姿勢とか条例を作るかもしれないですよね。まあ、そうなると、誰からも文句が出ないし、やっぱりそれによって割を食う人も、まあ一部ね、仕方がないって諦めることができるのかなと。今その利権とか、コネとか、つながりとか、ああいったものが結構幅を利かしてるんで、不平等や不公平って生まれると思いますけども、AI がね、ちゃんと管理するようになったら、人格とか、仲良し、恋しよりも、 なんか同じスタンダードで測られるんじゃないかなと思うんですよ。で誰からも文句が出ないような気がするんですけどもそれはそれで、うん、俺の方が年上なのになんでみたいな人も出てきてなんかね人間らしい不満が来るでしょうねだからこれから AI スキルっていうのがあるとしたら AI の結論にどれだけ正確に寄り添うことができるかっていうスキルだと思うんですよ。やっていうのを優先させて成功の可能性を落としていくっていうね。 それでも自分で選んだことだから AI の言いなりにならずに損したんだから覚悟はできてるぞみたいなねなんか妙な感情とか出てくるんじゃないかなとこれから AI スキルっていうのが問われる時代になるかもしれないなと思ったところでございます